バックプレーン、バックプレーンは回路基板、通常プリント基板の一種で複数のコネクタを基板上で相互に正しく各コネクタの対応するピント同士を相互接続したものでありバスを形成している複数の回路基板をコネクタに挿入することで相互接続しコンピュータシステムを構成するバックボーンとして機能するコンピュータを CPU を含む 各モジュールがバックプレーンバスで接続されているといった構成で作ることはパソコン以前の古くから見られる。例えば DEG のミニコンの2バスがある。マイクロコンピュータでこのような形態でコンピュータシステムを構成した古い例としては S-100 バスを使ったシステムがある。Apple II や IBM PC といった初期のパーソナルコンピュータでも 拡張カード用のバックプレーンを内蔵していた。マザーボードはバックプレーンとしての機能も持つが、通常バックプレーンとは別に扱われる。バックプレーンの場合、その回路基板上には計算能力がなく、CPU はプラグインで提供される CPU ボード上にある。バックプレーンはケーブル接続よりも信頼性に優れているとされている。ケーブルの場合、カードを挿入。 抜去するたびにケーブルを動かす必要があり、それによって機械的な障害が発生する可能性がある。バックプレーンの場合、コネクタの寿命が続く限り高い信頼性を維持する。例えば、ベムバスシステムで使われているジン四万六百十二コネクタは五十回から五百回の挿入抜去が可能とされている。製品の種類によって差がある。 バックプレーンは CPU その他のコンピュータ機能を実装した制御用シングルボードコンピュータ以外の最小限の機能を提供するピケンジー1.3規格のシングルボードコンピュータはピケンジー1.3バックプレーンと接続可能でシステムホストボードと呼ばれるシングルボードコンピュータと対応していないバックプレーンは単にプラグインカード群への電源供給を行う 例えば、プラグインカード製造業者は、そのようなバックプレーンを使って、製品上のロムの焼き付けを行う。さらに、コンピュータのバスを、ケーブルで拡張して、外部のバックプレーンに接続する形態もある。この場合、通常そのバックプレーンは別筐体にあり、ホストコンピュータ内にある拡張スロット以上のスロットや、仕様の異なるバスのスロットを提供する。接続に際しては、 ケーブルだけでなく、本体側の通信回路、基板と拡張バックプレーン側の長基板が必要である。この場合、バックプレーン側にシングルボードコンピュータは不要である。パーソナルコンピュータでは、初期の IBM PC のイサヤ S-100 バスの場合のように全てのコネクタが共通のバスに接続される形態から、より複雑な形態へと進化している。 PCI 規格では駆動できるスロット数などに限界があるためバックプレーンはアクティブなものとパッシブなものに枝分かれしている。パッシブバックプレーンでは回路を駆動するようなアクティブなバス要素は持たない。必要な調停回路はすべてプラグインされるカード側にある。アクティブバックプレーンではスロット間の各種信号のバッファリングを行うチップを実装している。 これらの違いはそれほど明確でない場合もあるが単一故障点がないシステムを構築しようとする場合に重要となる。パッシブバックプレーンはそれがシステム内に一つしかない場合でもスプブとはみなされない。アクティブバックプレーンはもっと複雑であるため故障の可能性がゼロとは言えない。インテルのプロセッサを中心としたシングルボードコンピュータではピケンジーが バックプレーンのインターフェース規格として、ピケンジー1.0、1.1、1.2、イサと PCI をサポート、1.2はさらに p x もサポートと、ピケンジー1.3、PCI エクスプレスサポートを提供している。バックプレーンは複数のハードディスクドライブを単一のディスクアレイコントローラに接続する際にもよく使われる。このようなバックプレーンは、 ディスクエンクロージャ、ディスクアレイ、サーバなどによく見受けられる。s a t や SAS のハードディスクドライブでは、バックプレインとホストバスアダプタとの通信にスカピを、プロトコルが一般に使われる。バックプレインでは、一方の面だけにコネクタがあって、カードが挿入されるが、ミッドプレイン、ミドプレインでは両面にコネクタがあって、両面からカードが挿入される。これは、 大型のシステムでよく使われる携帯である。ネットワークや通信向けに多い携帯で、一方の面にはプロセッサカードが挿入され、もう一方の面にはネットワークカードが挿入される。ブレードサーバにもこの携帯が多く、サーバブレード群を一方の面に実装し、周辺機能、電源、ネットワーク、その他の i o やサービスモジュールを裏面から実装している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。